静かすぎる。お前もそう思うか。先ほどまで頻繁に上がっていた右翼索敵班からの赤い信煙弾が途絶えた。団長、赤い深淵弾って巨人発見の合図ですよね。右翼索敵班には俺の同期がいるんです。そいつ頭がやたら切れるやつで。右翼警戒だ。何してんだよ。深淵弾はどうしたんだよ。まさか右翼索敵班は壊滅しちまったっていうのか。そんな嘘だろ。あの黒い深淵弾は君主の合図。何が起こっているんだ。右翼では一体何が。ボケッとするな。お前はエルヴィンの後ろについていくことだけを考えろ。はい、すみません。今だ、総員、私に続け。なぜだ。なぜ襲ってこない。早くみんなみたいに僕も殺せばいいじゃないか。こいつは何を楽しんでいるんだ。違う、楽しんでいるんじゃない。こいつは僕の顔を見ている。一体何のために。どうなって僕は助かったの。どうしてあいつは僕を殺さなかったんだ。まさか
あの女型の巨人、ただの貴公子じゃないのか。アルミン、よかった無事で。ミカサ、早く後ろに乗って。本体は巨大樹の森へ向かっている。エルヴィン団長、どこへ向かっているんですか。エルヴィン団長、騒ぐな新兵。しかし作戦がわからないと何をどうすればいいのか。信じろ。そんな根拠もなくですか。周りを見ろ。同じじゃないですか。そうだ、みんなお前と同じだ。だが誰一人としてお前みたいに無様に泣きわめいたりはしない。なぜだかわかるか。いえ。俺含め調査兵団の兵士は団長を信じているからだ。たとえいかなる結果になろうとも、エルヴィンを信じることが最も生存確率を高めると知っているからだ。俺たちにできることは一つしかない。団長を信じて進むだけだ。でも俺、やっぱり思うんです。俺が巨人になって戦った方が。君には何が見える。え、何って。敵は何だと思う。それはもちろん巨人です。人類の敵、巨人です。敵は外からやってくるとは限らない。はあ、どういう意味ですか団長。リヴァイ、ここは頼む。私たち本隊は先を急ぐ。待ってください団長。エルヴィン団長、あの兵長、団長は何を言いたかったのでしょう。兵長。
俺はあいつを信じろと言った。だがお前は戦いたいのだろう。だったらお前は間違っていない。自分を信じるか俺たちを信じるか、最後に選ぶのはお前だ。いや、さっきと言ってることが逆じゃないですか。俺にはわからない。ずっとそうだ。自分の力を信じても、信頼に足る仲間の選択を信じても、結果は誰にもわからなかった。だからな、せいぜい悔いが残らない方を選べ、エレン。そんな、急にそんなこと言われても。エレン、俺たちを信じてくれ。エレン、私たちが信じられないの？遅い。お前が早く決めないからだ。信じます。皆さんを信じて前に進みます。無理だ、逃げ切れない。もう俺が巨人になるしか。今だ、撃て。俺はエルヴィンの本体に合流する。お前たちはエレンを連れ、このまま森を突き抜けろ。ほら、行くよエレン。はい、お願いします。どうだエレン、これが俺たち調査兵団の力だ。すげえ、これこそ俺が憧れた自由の翼、調査兵団なんですね。なんだこれは。これじゃ中に入れない。問題ない。エレンが待ってる。落ち着いてよミカサ。エレンなら兵長たちがついてる。僕らはまだ新兵じゃないか。ここは何度も視線をかいくぐってきたエルヴィン団長の判断を信じるべきだ。信じる。信じた結果がこれでも。あの人のせいでたくさん死んだ。このままだとエレンも。どいてアルミン、行かせて。ダメだ、行かせない。お願いアルミン、エレンのところへ行かせて。そのままでいい、聞いてほしい。大して長くも生きていないけど、
僕には確信していることがあるんだ。何かを変えることのできる人間がいるとすれば、その人はきっと大事なものを捨てることができる人だ。団長はそれができる人だ。この残酷な世界を変えるためにはエレンを絶対に失うことはできない。それを一番よく理解している人たちを信じないでどうするんだよ。信じてくれてよかったよ。違う、私が信じたのはアルミン、あなた。エレンが信じる、あなたを信じただけ。ありがとう、ミカサ。巨人は食うために人を殺す。でもあの女型は違った。あんなに人を殺したのに誰も食べていない。もっと別の目的で殺したんだ。人類を攻撃するという確たる殺意から。そうか、そうだったんだ。あいつはエレンと同じだ。巨人化できる人間だったんだ。だったら女型の中には一体誰が入っているんだ。犠牲は大きかったが、これで人類はまた一歩前進する。てめえ、びっくりしたじゃねえか。待て、何かがおかしい。どうした、何か気になるのか。こいつの目だ。目だと？こういう目をした奴が意味もなくあがくはずがない。お前の勘はよく当たる。悪い方ばかりだがな。総員戦闘態勢。やられたよ。敵には全てを捨て去る覚悟があった。まさに己ごと巨人に食わせ情報を抹消するという覚悟がな。
撤退。負傷者を馬車に乗せ隊列を組み直せ。これより町へ帰還する。了解した。エレンたちに伝え護衛班を連れて合流する。待てリヴァイ、ガスと刃の補充をしていけ。まだ十分ある。今は時間が惜しい。命令だ、補充しろ。お前の勘はよく当たる。了解だ、俺はお前を信じる。声が聞こえたかと思ったら急に巨人たちが消えた。でもこれでエレンを探しに行ける。アルミン急ごう。嫌な予感がする。皆さん、さっきの叫び声は何だったんでしょう。やっぱりダメか。誰もわからないんだ。事情を知るリヴァイ兵長が戻るのを待つしかないのか。あの目方はどうなり。違う、あいつ兵長じゃない。それじゃまさか。クソ、エレンが目当てか。だったら俺たちで死守するだけだ。エレンを中心に陣形を整えろ。足止めは俺が引き受ける。エレンを連れて先に行け。そんな、ここは俺も一緒に。なんだお前、まさかまだ俺が信じられねえとでも言いてえのか。信じます、信じていますから。そういや、お前の歓迎会がまだだったな。帰ったら肉食いに行くぞ。だから絶対死ぬんじゃねえぞエレン。本当にこれでよかったのか。俺さえ巨人になっていれば誰も死ななくて済んだんじゃ。まさか俺は恐れているのか。俺が決断した結果を恐れて逃げて。そんな、どこで選択を間違えた。俺が最初から自分を信じて巨人になっていればこの女型、こいつを殺す。
あれはエルヴィン団長、君たちは確か第104期訓練兵で今作戦から調査兵団配属となりました、アルミン・アルレルトです。同じくミカサ・アッカーマン。そうか、無事で何よりだ。総員撤退だ。我が隊の後列に加われ。団長、一つよろしいでしょうか。手短に済ませろ。団長はこの作戦で何を確かめたかったのでしょうか。思うに女型の巨人捕獲が目的だったのでは。あいつは捕まったのでしょうか。私は先ほどリヴァイにガスと刃の補充を言命した。アルミン、その意味がわかるか。まさか失敗、女型の巨人は逃げたのですか。だったら今エレンは。リヴァイに追わせている。ミカサ、行っちゃダメだ。大丈夫だ、放っておく。そんなことよりアルミ、君はなぜ作戦が失敗したと即断した。それはあの女型がエレン同様巨人になれる力を持った人間で。団長、やはり気づいていたのですね。壁の中に、いやこの団内にその裏切り者がいることに。そうか、だからどんな犠牲を払っても絶対に奴の正体を見極めなければならなかったんだ。声が大きいぞ。失礼しました。アルミン・アルレルト、無事に町まで帰還したら誰にも見つからず団長室まで来い。なぜ僕がですか。はい、承知しました。エレン、待ってて。その体かさばいて汚いところから出してあげるから。バカが、一旦離れろ。このまま距離を保て。あなたがエレンを守ってさえいれば。離してください。私一人でも行きます。目標を絞るぞ。女型を仕留めることは諦めろ。冗談じゃない、あいつは仲間をたくさん殺しています。無理だ、この人数では倒せない。だがエレンを救出することはできる。
俺が奴を削ってやる。お前は奴の注意を引け。気持ちのいいそよ風だったのに、どうして急に。仕方ねえさ。なんせここは気空師なら誰も通りたがらねえエスティオス大陸だからな。エスティオス大陸、なんだそりゃ。地上は穏やかに見えるが、上空はこの通り小流域顔負けの暴風地帯よ。だから詳しいことは誰も知らねえ。文明から閉ざされた暗黒大陸だって呼ぶやつもいるくらいだ。え？暗黒大陸？なんだか怖いです。いるかどうかも怪しいぜ。落っこちねえことを祈っててくれよ。なっ、しくじったか。なんだって変な音だ。やばい、落ちるぞ。近くに捕まってろ。きり行っちまってかわいそうにな。なあ、これってやべえのか。まあサブの尾翼一箇所だけだし大した損害じゃねえよ。本当ですか？だったらすぐに修理しましょう。そう行きてえとこだけどよ。そいつは近くに町があって資材や道具を調達できたらの話だな。え、近くに町ですか？周りに町なんて。
ん、なんか来るぞ。嘘だろ、魔物かよ。いや、少し違う気がする。まさか青少女ですか。ピンとこねえな。だいたい青少女なら俺よりルリアの方が。なんだこいつら。お前ら隠れてろ、今すぐだ。え、なんですかこれ。こいつらまるで巨人じゃねえか。ここがいいんでしょ。デコラーティブにしてもいい？どうしましょう。なあ、どうすんだよ。なんで攻撃が全然効かねえんだこいつら。わからねえ。撃っても撃ってもキリがねえぞ。今のうちに船に避難すんぞ。どうしたんですか。早く登ってきてください。あれ、誰か倒れてるんですか。
あんたたち外から来たんだろう。見ない顔だけど、新しい戦士かい？え？戦士ですか？まあ聞くしだけどな。戦士っちゃ戦士とも言えるのか？姉ちゃん、よくわかんねえけど、この近くの人なのか？アニレオンハート、近くの町を守る憲兵団の一員さ。近くに町があるんですか？これでグランサイファーを修理できますね。けどよ、近くに町があるなら姉ちゃんはあんなところで何してたんだ？見回りしていたら空からあんたたちが落ちてきたのが見えたんだ。急いで駆けつけたんだけど、途中で巨人に襲われてね、立体機動装置を壊しちゃったのさ。立体、知らないのかい？あんたたち一体何者？別に隠すつもりはないさ。こんなものは誰でも知ってるはずだからね。アンカーのついたワイヤーを射出して空中を自由に動き回るために開発された対巨人用兵器のことだよ。巨人ってさっきの奴らのことか？こっちばかり答えるのは少しフェアじゃないと思わない？私たちは空から来たんです。この気空艇を使って遠いところから。空？ほら姉ちゃん、答えたんだからこっちの番だぞ。巨人ってのは何なんだよ？あいつらは人類を壁の内側に閉じ込めてきたこの大陸の支配者だよ。人類？それに壁って？またなの？めんどくさい連中だね。話すたびに質問されたんじゃかなわないよ。おいおい、あいつらもう復活しやがったのかよ。また頼むぜ。でねえと船をぶっ壊されちまう。食らいやがれ！チッ、やっぱりダメか。どうやったら倒せんだよ。やべ、もうこれ以上は船が持たねえ。なんだお前ら。おいお前、俺の援護に回れ。了解。巨人の注意を引きつける。なんだこの戦い方は。あいつらどこを狙ってやがる。頭でも胸でも腹でも足でもねえ。そうか、あいつらが狙ってんのはうなじだ。たくよくわからねえけど、任せっきりってのは情けねえぞ。気空士の底力一丁見せてやろうぜ。
任せとけ。照準よし、ぶち抜くぜ。任せとけ。任せとけ。全力で阻止する。俺が奴を削る。ゴミ掃除の時間だ。こいつらは人類の害。それ着なければ死ぬだけ。任せ。どうせクズ。テイテイ。まったく嫌になるよな。まか目障りだ。沈め。やれやれ。これでもう終わり。綺麗に削いであげる。さよなら。まざっとこんなところだな。なるほどな。巨人はうなじを削れば倒せるのか。君たちこっちだ。急ぐ。でもグランサイファーを置いてはいけません。巨人さんに壊されたら困ります。心配ない。君たちがいなくなれば巨人は船には近づかない。あれは人間に引き寄せられるものだ。さあ早く、巨人が再び寄ってこないうちに我々と町へ戻るんだ。けどよ、なんつうかこれってやっぱり見張られてんじゃねえか。はっきり言うのね、シャベルトカゲさん。オイラはトカゲじゃねえ。ビーっていう名前があるんだよ。まあまあ、二人ともこんなこと言っても信じてもらえないかもしれないけど、安心してほしいんだ。安心だって、武器持ったやつらに一日中見張られて安心なんてできるかよ。いや、これは逆だよ。僕たちは君たちの安全を保証するためにここに閉じ込めているんだ。え、どういうことですか？今ここにはいないのだけど、実は君たちと同じように扱われている僕たちの大切な仲間がいるんだ。彼の名はエレン。巨人になる力を持った人間だ。え？巨人になる力？
人がいるんですか？おっかねえな。本当に大丈夫なのか？そう、僕たち以外はみんな君と同じ反応だったよ。特に上層部はひどく恐れてね。実験体にしてデータを取り尽くしたら殺処分にした方がいいとさえ言ったんだ。そんな、ひどい。でもそれをエルヴィン団長とリヴァイ兵長が止めてくれたんだ。今回も同じさ。二人が君たちを守るためにはこうするのが一番だと判断したんだよ。壁の中の人間が壁の外から来た君たちの存在を恐れ危害を加えないようにね。分かってもらえたかな、そちらの若い団長さんも。そうだったんですね、ありがとうございます。なんだよ、そうならそうって早く言えよな。でも今度ばかりはダメかもしれないね。頼みのエレンを投入したってのにさ、戦果なし、兵士も無駄死にじゃ、エルヴィン団長でも挽回は無理だよ。そんなことないよ、今も団長が掛け合ってくれてるし、すぐにエレンは解放されるはずさ。だといいけど。どうして調査兵団でもない憲兵団の兄がここにいるの？さあどうしてだろうね。任務の邪魔、帰って。私だってそうしたいよ、でもこっちも任務だからね。どういうこと？さあ、上はあんたたちが思ってるほどには信用していないってことじゃないの？二人とも喧嘩はダメですよ。そうだぜ、落ち着けって。たく、おっかねえ姉ちゃんたちだな。本当にこれでよかったのだろうか。エルヴィン団長、大丈夫なんですか？二人だけで壁外なんて、巨人にでも見つかったら大変ですよ。心配ない、夜に活動できる巨人はいない。でもそんな危険を冒してまで一体何をしに来たのですか？目的はこれだ。間違いない、あの者たちは遥か彼方空の世界からやってきた者たちだ。空の世界？あの、おっしゃっている意味がわからないのですが、空とは？昔何かの文献で読んだことがある。壁の外には我々がまだ見ぬ広大な空の世界が広がっているそうだ。おそらく
この船に乗ってきた者たちはその空の世界の住人で間違いないだろう。彼らの知識や力は我々の世界の均衡を大いに崩す恐れがあると聞く。そんな力が。アルミ、君に極秘任務を与える。彼らが街中でそれらを行使しないよう監視してほしいんだ。はい、わかりました。でもどうして僕なんですか。そんな大事な任務、もっと古株のリヴァイ兵長とか。君が気づいていたからだ。君が私の作戦の真意に気づいていたからだ。そんな君ならやり通せるだろう。彼らを隠れみに壁外から侵入した裏切り者、女型の正体を暴くことだ。そうだ、それこそがこの極秘作戦の真意だ。はい、アルミン・アルレルト、確かに了解いたしました。うん、頼んだぞ。アルミン、私の顔に何かついてる。あ、いや、ちょっと考え事をね。そうだ、君たちの話を聞かせてよ。どこから来たの？え？私たちですか？空のずっと向こうですけど。空の向こうって、壁の外ってことかい？そうなりますね。壁の外よりもずっと遠いところです。どのくらい遠くなの？空を渡ったずっとずっと向こうの。ちょっと待って、ここより外は空が広がっているの？はい、空の世界はとっても大きいんですよ。想像もできないや。いいな、僕も見てみたいな。どうだろうね、私には信じられないよ。大人の気を引こうとして子供がよく口にする嘘なんじゃない？そんな嘘なんてついてません。でもそんなものがあるとは到底思えない。だってさ、もしそんなものがあったら巨人なんてひとたまりもないだろうよ。兄の言う通りかもしれないね。信じることはできないけれど、でもこの話はここだけにしておいてほしい。なんでだよ。さっき言っただろ、町の人たちが聞いたら混乱するしね。それに上層部に聞かれたら危険視されて、エレンみたいに。はわわ、わかりました。秘密にするようにしますね。うん、そうしてくれると助かるよ。
ダメだよ。前にも説明したじゃないか。今君たちを外に出すわけにはいかないって。まして立体機動装置なんてそんなもの使ったら目立って仕方がないよ。せっかく外に出られると思ったのにな。なあ、本当にダメなのか？ B さん、困らせちゃダメですよ。私だって彼の飛ぶところ見たかったけど、残念です。別にいいじゃねえか、立体機動装置くらいは。では、ただいま。エレン、大丈夫だった？何もされなかった？ああ、大丈夫だよ。牢獄に閉じ込められてただけで何もされちゃいないって。でもどうしてだろう、上の人はエレンを認めてくれたの？さあ、よくわかんねえけど、これでまたみんなと一緒にいられんな。よかったエレン。つーか、俺のことよりこいつらだろ。え？オイラたち？立体機動装置使いたいんだろ？いや、俺が教えてやるよ。え？いいんですか？でも、オイラたちが街に出ると兄ちゃんたち困っちまうんだろ。町じゃなけりゃいいだろ。だよな、アルミ。でも何かあったら大問題だよ。何かってなんだよ。怪我とか脱走とか。俺たちがついてりゃ問題ねえよ。こいつらだって逃げるとは思えねえしな。だろ？わあ、お空を飛びながら鬼ごっこ、とっても楽しそうです。お前逃げる気満々じゃねえか。たく、変な冗談はよせよな。俺もずっと手錠されてて体が鈍ってたところなんだ。早く行こうぜ。ねえ、どうして憲兵団の兄がついてきてるの？まあまあ、兄がいたからうるさい憲兵団に見つからず抜け出せたんだから。ほら、そんなことより立体機動装置を教えてやるぞ。よく見てろよ。こうだ、腰でバランスをとって、違う、アンカーを射出、しっかり固定。マットだ、トリガーのタイミングを合わせて射出するガスの出力は大胆に。なんだよそれ、お前面白いやつだな。こんな不器用なやつは初めてだぞ。エレン、私たちは初めてじゃない。訓練兵時代に同じものを見てる。
ミカサの言う通りだよ。君だけは笑っちゃダメだと思うよ。いや、嘘だろ。俺、あんなことになってたのか。いやいや、いくらなんでもここまで。こうなったら俺が意地でも叩き込んでやる。もう何も考えんな。俺と同じようにやってみろ。待って、エレン、無茶させたらダメ。まったく騒がしいやつだね。いつものお天気で羨ましいよ。そうかな。僕には逆に見えるけど、うん、自分のせいで多くの命が犠牲になった。自分のせいでもっと多くの命が犠牲になるかもしれない。本当は誰よりも悩んでいるはずなのに、それを顔に出せばみんなが心配するから。だからエレンは能天気に振る舞っているんだと思う。へえ、そうか。あれ、うん、いや、兄のそれ、立体起動装置の調子悪いの？どうしてそんなこと聞くの？いや、兄が使っていたのもっと古かったよね。それ新しいから。さあね、どうしたんだろうね。謙遜しなくてもいいじゃないか。謙遜？ルリアから聞いたよ。ルリアたちを助けるとき巨人に壊されちゃったんだって。新品は変な癖がついてるからね、気をつけて使うといいよ。ああ、そうだね。ご忠告感謝するよ。よくも切り抜けたものだな。何のことだ。とぼけるな。どんな手を使えばあの失態をチャラにできる。ここもまだ捨てたものではなかったということだ。教団や王政府の犬にならず、人類の未来を憂う者がいたことを素直に喜ぼうではないか。しばらくはピクシス司令とザックレー総統の頼み事を断れなくなりそうだ。だが気休めだ。王政府の連中からは早く成果を上げろと疲れている。どうするつもりだ。打つ手がなけりゃエレンの譲渡も調査兵団解体も時間の問題だぞ。すでに動いている。わかった。お前を信じよう。ところで、あいつらは何者だ？人類の脅威でもあり、
希望だ。おいおい、どこかで聞いたような話だな。まさにエレンのような存在だ。信じがたい話だ。だがそれが今日ここに俺が呼ばれた理由ならば信じられる。たちの悪い冗談にしか聞こえないが、お前がそんな上等なものを口にした試しがない。了解した。もしあいつらがエレン同様手に負えなくなれば、その時は俺が命に代えても殺してやる。それでいいんだな、エルヴィン。ああ、頼む。俺たち人類を巨人の侵攻から100年も守ってきたんだからな。あれ、どうしたの、ルリア。なんだか元気ないみたいだけど。あ、いえ、ちょっと怖くて。怖い？怖いって壁のことがか？なんでだよ、守ってくれてんだぞ。エレン、ルリアが何か言いたいみたい。あ、違うんです、ごめんなさい。昔私がそうだったから、つい。昔って何かあったの？私ずっと帝国に捕まってて、お外に出られなかったから。え、閉じ込められてたのか？なんでそんなことに？それはエレンさんと同じです。私の力が怖かったから。あ、でも私には私のことを大切に思ってくれて、私のために戦ってくれた人がいたんです。大切に思って戦ってくれた人？はい、カタリナが帝国を裏切って私を連れ出してくれました。もしカタリナがいなかったら、今でもあの狭い部屋の中で。だからあの壁を見てると昔のことを思い出してしまうんです。国を裏切るって言った？え？その人はそんなことして無事でいられたの？いえ、無事ではありませんでした。たった一人で戦争を挑むような過酷で厳しい戦いの連続でした。でもカタリナが励ましてくれたから、彼やビンさんが助けてくれて、気づいたら仲間もいっぱいいて。そう、幸せだったろうね。はい、私お外に出られてとても幸せです。いや、あんたじゃなくて。え？兄、どうかしたの？いや、なんでもないよ。
あれ？みんなは？エレンさんたちもいませんけど。ああ、一緒に出て行ったよ。まったく、おかしなやつだね。立体起動装置の次は、これを使ってみたいんだってさ。おお、そうですか。私も一緒に行きたかったな。ハニーさん？いや、あいつエレンが教えてやるって言った時、懐かしい目をしていたから。懐かしい目ですか？昔父に格闘術を教わっていた時、私も同じ目をしていたからわかるんだ。あの時は辛かったけど、でも何かで満たされていた気がしてさ。ただ上達することだけを考えて、そんな私を父は心底喜んでくれた。今でもあの人のあんな顔が見たくて続けているのかもしれない。辛くて苦しい破壊の修練を。アニさん、ルリア、もし私が悪い人だったとして、それでもそんな顔で微笑んでくれる？よくわからないですけど、でもやっぱりアニさんはいい人だと思いますよ。え？アニさんって笑うとすごく素敵なんです。それだけで悪い人じゃないってわかりますよ。あんまりいじめないでほしいよ。そんな、私いじめてなんて。あんた本当にいい子なんだね。それがとてつもなく恐ろしいよ。でも覚えておいてほしいんだ、誰も好きでやってるわけじゃない。この世界にはやりたくなくてもやらなければならないことがある。いつだって残酷で、私たちみたいな弱い存在は。アニさん？なんでもない、悪かったね、忘れて。ほう。もらっててこんなこと言うの贅沢なのは分かってんだけどよ。 B、 どうした？いや、そのこれおいら飽きちまったぜ。皆さんを困らせちゃ。いや、ルリア、これでもマシな方なんだ。そうなんですか。壁が後退してから畑は減ったし、家畜も少なくなった。塩だって貴重だからね。
味はどうしても単調で薄味になる。肉なんていつ食ったか忘れちまったな。壁外調査の前夜に口にできるって聞いてたけど、あれはガセか。でも僕たちは兵士だから、こんなものでも毎日食べられるだけマシなんだよ。壁の中にはこのスープすら食べることのできない人たちがいっぱいいるんだ。そうだったんだな。そんなことも知らないでオイラ。いや、 B は間違ってない。ここの料理は確かにまずい。え？実はさ、俺もずっと思ってたんだ。同じ芋でももう少しうまい芋が食いてえってよ。あ、だったらあそこはどうかな。少し外れたところにある食堂。サシャが美味しいって言ってたとこ。そう、それ。ねえ、お願いできるかな兄。私？ほら、食堂に行こうにも町には憲兵団がいるだろ。だから森の時みたいに憲兵団をどっかにやってほしいんだ。それはどうだろうね。森と町とでは全然違うから。せっかく知らない町に来たんだし、この町のうまいっていう料理おいらも食べてみてえな。兄さん、その、やっぱり、ダメ、ですよね。仕方ないね。あんたにそんな顔されちゃ、断れないよ。さすが兄だな。やるときはしっかりやってくれる。どうやったの？今度教えてよ。どんな料理なんでしょうね。早く食べてみたいです。なあ、リンゴあるかな。どうだろう、今の時期だと少し難しいと思う。あ、でも干したものならあるかもしれないね。もう何だっていいって、オイラ我慢できなくて。そうでした、もうずっと食べてないですもんね。おい兄、どうしたんだよ。あそこは町一番の人気店なんだぞ。早く行かねえと席が埋まっちまうだろ。エレン、こっちの方が近道。この地下道を抜けていこう。私は行かない。そっちは怖いんだ。はあ？お前が怖がるようなやつかよ。バカ言ってないで早く来い。地上を行かないなら、私はもう、協力しない。兄、いい加減にしろ！席が埋まっちまうって言ってんだろ！それはないだろう。は？だって、今日はこんなにも人通りが少ないんだから。ねえ、どうしてだろうね。
さっきからどうして誰も人が見当たらないんだろう。ハニーさん、何を言ってるんですか？人がいないのは、アニさんが人払いをしてくれたからじゃないですか？そうだよ、ルリアの言う通りだ。店に急ごう、アニ。まったく傷つくよ。あんたたちはいつから私をそんな目で見るようになったの？アニ。女型の巨人とおぼしき人物を特定したというのは本当か？はい、あれの正体は第104期訓練兵団アニ・レオンハートで間違いありません。根拠は？確証もなしでは命は預けられない。あります。言ってみろ。まず一点、女型の巨人は深淵弾の色の意味を知っていました。緑色の煙が隊列の進行方向を示すことを理解し、巨大樹の森へ向かったのを私は確かにこの目で見ています。推測だ。物証はないのか？はい、二点目にあります。先日団長と共に気空艇の近くで回収したこれです。これがどうした？兵団で管理する番号と照合したところ、アニ・レオンハートのものだと判明しました。なんだと？どこで見つけた？グランサイファーの傍らに落ちていました。ルリアたちから証言も取っています。兄はあの日我々と共に壁外にいた、何よりもの証拠になります。問題ない、決まりだ。ここから先は俺たちの仕事だ。最後に3点目が。兄、どうしてあの時、いや、あんたじゃなくてって言ったの？何のこと？ルリアが外に出られて幸せだって話してくれた時だよ。兄はルリアの方ではなく、ルリアを助けようと帝国を裏切った方の気持ちで聞いていたんだろう。だからあの時本当は、いや、あんたじゃなくてカタリナの方だよ。兄はそう言いたかったんだ。どうだろうね、覚えてないよ。兄、ごまかすなよ。いいから違うって言ってくれ。もういい、これ以上聞いていられない。ズタズタに削いでやる、女型の巨人。本当、どうしてこうなったんだろうね。
ち、みんな急いで潜って。なんとか逃げ切りましたね。あの野郎、出て行ったらダメ。ふざけんな。俺は行く。あいつは仲間を殺したんだぞ。なんだい。エレンが出れば壁外調査の二の舞だよ。兄の目的はエレンなんだから、今度こそ絶対に渡さない。ルリアたちもここにいて、何があっても出てきたらダメ。でも皆さんは。私たちなら大丈夫。食堂連れて行けなくてごめんね。帰ったら必ず行こう。何としてもここだ。女型の巨人を食い止めろ。見ての通りだ。奴の動きを止めるのでやっとだな。目標の地点まで誘導するにはまだ結構ありますね。そんな、エレン、どうして。エレン、出てきちゃダメって言ったのに。なんでだよ。くそ、くそ。なんでお前は、お前はここでぶっ殺してやる。ああ、なんでだよ。なんで巨人になればいいんだ。動くなら今か。君たち、ちょうどいいところに来てくれた。エルヴィンさん、どうしたんですか急に。今まで隠せと言っておきながら、ここで願い出る勝手を許してほしい。調査兵団にとってエレンやミカサを失うことは戦略上許しがたい大損害となる。君たち、どうか頼む。一瞬でいい。君たち空の世界の力で奴の隙を作ってほしい。小さな隙さえあればこの窮地を脱することができるはずだ。なんだよ、そんなことかよ。今こそ森での練習の成果見せてやんねえとな。もうこれ以上兵士さんや
町の人たちが傷ついていくところは見たくありません。それに兄さんだって私たちが止めないと。助かる。エレンを取り戻したい。共に戦ってほしい。装填完了、ぶちかますぜ。どでかい風穴開けてやろう。暗い暗いやがる。まかず暗いやがる。暗いやがる。全力で阻止する。こいつらは人類の害。それで十分。できなければ死ぬだけ。任せ。死んで取る。照準よし。せは。死んで。低い貴様をなめるなよ。取る取る。落ち着いて。どでかい風穴開けてやろう。覚悟はできてんだろうな。バニッシュピアース。これでもう終わり。綺麗に削いであげる。さよなら。この世界は残酷だ。そしてなんて執念だ。今から軍の体制を立て直し、馬を集めるだけで半日はかかる。くそ、これじゃもうエレンに追いつけない。エレン